ずっと心から好きな一言は、私が好きなものは高い、行きたい場所は遠い、好きな人は超完璧。このような気持ちを持つ人はきっととっても自信があります。時に嘆きする。優秀な人たちは人生の勝ち者ですね。でもね、君が知らないとこでちゃんと努力してるのだ。認めざるを得ない。自分が安心できるまで稼いで、それから簡単に安らかに自由な生活ができる。もっと自分の一人生活を気楽にできる。努力して手に入れたものは盾になる。たとえ一人だけでもちゃんと穏やかに対応できる。人生で一番大切なのは 100% 努力して自分も誇りになる。好きなものに出会った時、他人の味方なんて気にせずに自分で変える。二色の口紅を好きな時、迷わずに変える。綺麗な風景に酔う時はすぐ旅ができる。年越しの時、親に年玉をあげる。頑張って金を稼いで、それは楽しみしてるだけじゃない。これは自分に選択肢を一つ増えて、生活に可能性も増える。大人になれば気づく。運は努力の中で隠してます。ちゃんと努力して、もっと優秀な人になったら、他のこともだんだん良くなる。その言葉のように、若い時は金を愛して、もっと努力しなきゃ。君が十分に優秀な時、自然とあなたも心から笑うだろう。努力して楽しめる人になるんだ。生活に負けない。金と夢を持って頑張って。